ここさえ分かっていればフリーを利用して簡単に電子申告を済ませることができます。こんにちは、長井です。今回は会計ソフトで電子申告、フリー編、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。フリーランスの個人事業主の方でフリーを利用して帳簿付けをしているという人は多いかと思いますが、日々の基調はなんとなく分かったと。でも、年に1回の確定申告はよく分からなくて、 挫折してしまうと、そのような方も多いようです。そこで今回はフリーを利用した電子申告の方法を分かりやすく解説したいと思います。この動画を最後まで見るとフリーを利用した確定申告をスムーズに行うことができるようになります。ぜひ最後までご覧ください。なお、この税理士長いチャンネルでは 税金に苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたい、または節税を行いたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また、税金や給付金に関する最新情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。 まず、少し前の過去動画でも解説したんですが、そもそも電子申告ってどのような流れで行うのという大枠から説明したいと思います。実は、ここがよくわからないということで、最初につまずいてしまうという人も多いようです。国税庁のホームページで提供されている、確定申告書等作成コーナーという、 確定申告書作成ツールがあるんですけども、まあ、これは誰でも無料で利用することができます。この確定申告書と作成コーナーを利用して直接確定申告書を税務署に送るということができるんですね。それがまず一つなんですけども、もう一つとしては会計ソフトを利用して電子申告を行う。そういった方法もあるということですね。そして会計ソフトを利用して行う方法としては、 会計ソフトからデータを取り出して e-tax ソフトという国税庁のソフトを利用して送信する方法。それから会計ソフトの中にある電子申告の機能。それを利用して直接税務署へ送信する方法と。そういった方法があるんですね。そしておすすめは会計ソフトの電子申告機能を使った送信方法ということになります。まあ、この方が非常に便利で。 わかりやすいんですね。かつ簡単だということですね。まあ、今回もフリーの電子申告機能を利用した送信方法、後ほど実践してみたいと思います。まあ、真ん中の e-tax ソフトを利用した送信方法、これは少しわかりにくい上に結構うまくいかないよというケースも多いんですね。よってあまりおすすめはしません。確定申告書等作成コーナーを利用した 送信方法。これも便利ではあるんですけども、若干確定申告書と作成コーナー、使いづらい部分があるんですね。よって、会計ソフトを利用して、日々の記帳を行っているという人は、会計ソフトの電子申告機能を利用して、電子申告をした方がいいということは言えるかと思います。このあたり、もう少し詳しく解説していて、かつ、弥生会計を利用している向けの動画、少し前に撮っておりますので、下に URL 貼っておくので、 電子申告の全体像をもう少し知りたいと、もしくは、弥生会計を利用した電子申告の方法を知りたいという方は、そちらの動画見ていただければと思います。それでは、フリーを利用した電子申告の方法、実際に画面で見ながら説明したいと思います。今回は、個人でソフトウェア販売業を営んでいるフリーランスの方、こちらの事例で見ていきたいと思います。はい、それではフリーを利用した電子申告の方法、見ていきたいと思います。 こちら使ってるパソコンなんですけども、OS は Windows ということになります。ただ Mac でも大体は同じ流れですので、Mac ユーザーの方もぜひ参考にしていただければと思います。そしてフリーのプランなんですけども、一番安いプランですね。スタータープランを利用しております。無料プランですと、機能制限されておりますので、確定申告を完結したい方は、スタータープラン以上を選択していただければと思います。フリーのメニューバーの確定申告というところですね。 この中の確定申告書類の作成というところを選択してみてください。まあ、この辺の表示項目なんですけども、上位プランですともっといろいろ見れたりするんですけども、まあ、スタータープランは最小限の機能のみとなっておりますので、その点は気をつけてみてみてください。確定申告書類の作成のところですね。入っていきますと、確定申告画面になります。まあ、必ず令和3年、2021年というふうに表示されていることを確認してみてください。まずあなたの住所。 記載する箇所があります。まだ記載されていないという方はここで記載するようにしてください。自宅とは別に事業所などを持っているという方はここにチェックを入れて入力するようにしてください。まあ、今回のケースでは自宅兼事務所のフリーランスの方前提としておりますので、ここはチェックをつけないということになっております。そして、提出先の税務署これは自動で表示されてきますので、原則としていじらなくていいということになっております。 続いて、あなたの名前ですとか、生年月日、電話番号などの個人情報を入れてくださいということになっております。家父ですとか、ひとり親、障害者など該当する方は、該当する部分、選択してみてください。そして、結婚している方は、結婚しているというところにチェックを入れてください。そして、お仕事の種類を選びましょうというところが出てくるんですけども、ご自身が当てはまる職種、それから、 具体的な業種名を記載していただければと思います。そして、所得の種類ですね。どういった種類の所得があるかというところで、まあ、今回のケースでは事業所得ですね。事業の収入というところにチェックをつけています。まあ、それ以外にも副業の雑収入などあったらですね、こちらにチェックをつけてみてください。まあ、あとは、不動産投資を行っている方は、不動産の収入ですね。そういったもの。 それから株ですとか FX を行っている方は株や FX の収入こちらにチェックを入れてください。そして提出方法なんですけども、まあ、今回は電子申告見ていきたいと思いますので電子申告を選んでください。まあ、書面での郵送、それから税務署で提出すると、まあ、そういった方法も選べるんですが今回は電子申告選んでいきたいと思います。 そして、まあ、ここ間違えないでくださいね。青色申告の方は青色申告。白色申告の方は白色申告を選んでくださいということですね。そして、青色申告の方、控除額を選択してくださいということですね。 基本的には、電子申告で期限内に確定申告書を提出すれば65万円控除を受けられるので、そういった方は65万円控除を選択してください。はい、そして、電子申告の準備を始めましょうというところ、ここは必ず確認するようにしてください。まあ、特に初めて利用するという方は、利用者識別番号の発行、それから電子証明書の登録をちゃんと行うようにしてください。そして、その下も、 適宜入力してくださいということですね。入力が終わりましたら保存して次に進むですね。続いて収支というところですね。ここで実際に収支の情報を入れていくということですね。すでに基調が終わっているという前提でお話しておりますので、売上総額、仕入れ総額、それから経費総額、ここで出てるかと思います。まあ、今一度ここで確認していただければと思います。まあ、間違ってそうなところがありましたら、 取引一覧で修正するというところを押していただいて、こちらの収入支出の登録で登録するようにしてください。そしてここから細かい経費の入力していくんですけども、まず地代家賃ですね、入力してくださいということで、自宅兼事務所で自宅のうち30%を事業で使用していると。そういったケースで見ていきたいんですけども、まあ、例えば月。 10万円の家に住んでいて、年間120万円ですよと。そのうち30%、36万が必要経緯ですよと。いった場合は、このように記載するということですね。まあ、支払い先の住所、氏名。これは貸主の住所、氏名ですね。それから賃借物件。まあ、自宅兼事務所の場合は、自宅兼事務所と記載すれば問題ないかと思います。入力が終わりましたら保存ですね。そして、その下ですね。イエスノー形式で、 どんどん進めていくということになります。本業以外に給与を受け取っているという方はこちら丸をつけていただいて、源泉徴収票を元に入力していくということになっております。そして、源泉徴収されている事業所得、不動産所得なんですけども、まあ例えばデザイナーさんですとか、フリーのタレントさん、モデルさんですとか、それから私業の方ですとか、源泉徴収されて報酬が振り込まれていると、そういった業種の方は、 ここ丸をつけて収入金額、それから厳選所得税額を入力するようにしてください。それから支払い者の氏名または名称、それから支払い者の住所ですね、入れるようにしてください。まあ、今回のケースではそういったものがなかったというふうにしたいと思います。それから雑所得、配当所得、一時所得ですね、ある方をここを丸にして入力してください。そして株の取引。こちらで株式、譲渡所得の入力を行うことができるようになっております。でき入力していただければと思います。今回のケースでは 取引がなかったというふうにしたいと思いますまあ、それから FX の取引ですが、仮想通貨の取引がありましたら適宜丸を選択して入力するようにしてくださいそして在庫があるそういった商売を行っているという方はここで在庫を入力することもできるということですねそしてこちらも忘れないでいただきたいんですけども特に自宅兼事務所の場合はプライベートで使用している分と仕事で使用している分分けないといけないですよということになっております水道光熱費については30%、まあ、こちらは家賃 に合わせて設定したんですけども30%事業で利用しているとそれから通信費に関しては60%利用しているという風うな前提を置いてまあ、このようにここで比率を入力していくということですねこちらの合計金額はすでに フリーに入力されている合計金額ということですね。ここで暗分していくということになっております。ここで暗分することによって決算書にちゃんと反映されるので、暗分比率間違えないように設定していただければと思います。そして、養っている配偶者はいますかというところで、ここで入力することによって配偶者控除を受けることができるということですね。配偶者の情報を確実に入れるようにしてください。子供などの不要家族がいる場合は、ここで入力すると。 ということですね。そして医療費控除を受ける場合もここで入力することができます。生命保険料控除についてもそうですね。まあ、こちらの例ですと、B 生命保険という会社に2万円保険料払ったということですね。こちら入力することによって生命保険料控除を受けることができるということですね。まあ、地震保険ある方もこちらに入力してくださいと。それから国民年金ですとか国民健康保険入力する箇所がありますので、 ここに適宜金額を入力するようにしてください。国民健康保険についても同様ですね。そして、ふるさと納税の入力、ここで行うことができます。まあ、このケースだと、北海道根室市に1万円寄付したということですね。入力したら保存するということですね。まあ、それ以外も、該当ある方は適宜丸を選択して入力するようにしてください。すべて入力して、確認が終わりましたら次に進むですね。そして、もうこれで、 確定申告書、それから決算書ができてしまうんですね。改めて確定申告書、決算書確認するようにしてください。こちらの申告書 PDF 出力するというボタンを押すと PDF でアウトプットしてくれるということですね。まあ、こちらがアウトプットされた青色申告決算書になります。改めてすべて確認するようにしてください。青色申告の場合、最初の4枚が提出用、それから後の4枚が控え用ということになっております。まあ、内容はすべて同じですね。 金額のところを確認していただければと思います。ちなみに、ここで貸し倒れ引き当金が設定されているんですけども、こちら補足したいと思います。貸し倒れ引き当金については、 売掛金ですとか貸付金のうち一定割合、金融業以外の方は5.5%になるんですけども、売掛金、貸付金残高の5.5%貸し倒れ引き当て金を設定して経費を計上することができるんですね。直接入力編集へというところですね。ここで入力することになります。こちらでいろいろ直接編集することができるんですけども、下から2つ目ですね。貸倒れ引き当て金確認というところですね。 ここで、貸し倒れ引き当て金繰り入れ対象額のインポート、こちらを押すと、フリーが貸し倒れ引き当て金の設定対象の合計金額、それから貸し倒れ引き当て金の繰り入れ額まで持ってきてくれるということで、非常に便利なんですね。まあ、こちらで、貸し倒れ引き当て金設定対象の金額を確認していただいた上で、間違いがなければ保存するということになっております。 そして戻っていただきまして、確定申告書についても同時にアウトプットされるんですが、全体を確認するようにしてください。まあ、こちらで納税額が出てますね。37万8000円ですよということになっております。第1票と第2票ですね。間違いないか改めて確認していただければと思います。白黒の部分、これは控え用となっておりますので、内容は同じですので、特にここでは見ていただく必要はないかなというふうに思います。 そして、あなたの情報を確認しましょうというところで、あなたの個人情報など、間違えないことを確認してみてください。そして、申告内容のまとめが出てきておりますね。所得金額、それから納税額ですね。所得控除の金額など、そういった項目がここで全て表示されております。確認したら次に進むですね。そして最後、提出というところが、 出てくるんですけども、まあ、必要なものを確認しましょうということで、スマホかパソコン、どちらで申告しますかというところなんですが、まあ、事業所得などがある方はパソコンでしかできませんので、パソコンを選択してみてください。そして、その下の電子申告に必要なソフト、アプリのインストールというところ。ここは特に初めて電子申告を行うという方は必ず確認するようにしてください。Mac と Windows で少し準備の内容。 変わってきておりますのでこちらの指示に従って適宜インストールするようにしてくださいこちらのインストールができていないと税務署に確定申告書を送ることができないので必ずインストールするようにしてくださいそしてここで電子申告に必要な準備をしましょうということでフリー電子申告開始ナビというのがあります こちらも必ず確認するようにしてください。こちらは何をするかというと、利用者識別番号という16桁の番号を取得する。それから、電子証明書を登録する。まあ、その2つを行うというところですね。これも行わないと E-Tax により申告、電子申告が行えないので、必ず確認するようにしてください。そして、取得した利用者識別番号をここで入力するということになっております。 それから、マイナンバーをここで入力するということですね。本人のマイナンバー、それから配偶者、扶養親族などのマイナンバーをここで入力するようにしてください。そして、提出しましょうというところまでたどり着きました。ここで、電子申告アプリを起動して、ここから送信することになります。ちなみに、国税庁の E-Tax ソフトを利用する方法、先ほど少し説明したんですけども、その方法も、 ここでデータをダウンロードすることによって E-Tax ソフトに取り込んで行うことができるんですが、まあ、先ほど言った通りちょっと面倒くさい方法なのであまりお勧めはできないということですね、まあ、以前から国税庁の E-Tax ソフトを使ってるという方はここでデータをダウンロードして E-Tax ソフトの方で申告を進めていただければと思います、まあ、フリーの電子申告機能を使う方はこの電子申告アプリを起動するというところですね押していただいて まあこの後はフリーのガイダンスで説明していきたいんですけども、こういったウィンドウが開かれますので、フリーのパスワードを入力するようにしてください。そして、電子証明書の形式の選択、それから暗証番号を入力するところが出てきますので、暗証番号を入力するようにしてください。こちらの暗証番号は E-Tax の暗証番号なので、気をつけていただければと思います。そして、 一番下の申告するボタンですね。こちらを押すと申告書が提出されるということですね。そして、ここで申告書類の受付が完了したか確認しましょうというところで確認することができるということになっております。受付結果の確認を行うということですね。受付完了した場合は、このような表示がされるということなので確認していただければと思います。 必ず受付が完了していることをここで確認するようにしてください。そして納付のケースではこのような形、還付のケースではこのような形で出てくるということになっております。そして最後納税しましょうということで、どの方法で納税するか選択していただいて、そうすると下に説明が出てきますので、そちらの説明に従って納税を済ませるようにしてください。以上がフリーを利用した電子申告の方法ということでした。 はい、フリーを利用しししたた電子申告の方法いかかがでしたでしょうか、まあ、結構フリーは初心者に優しいをモットーに開発されている会計ソフトなので比較的分かりやすかったのではないかというふうに思いますそれでも初めての場合は結構つまずくことも多いかと思いますので今回の動画確認していただいて確定申告を進めていただければというふうに思います 今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みとなりますので高評価いただけると嬉しいですチャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いしますまたこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひコメント欄にどしどし書き込んでいただければと思いますすべて目を通させていただきますそれではまた別の動画でお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました